ゲームプリキュアは日本の競争馬、繁殖品馬である。2005年度 JRA 詳細優秀二歳品馬。馬名の由来はカンリ名キャラクター名。プリキュアとはアニメ。二人はプリキュアシリーズの主人公たちが変身する伝説の戦士の名であり、名付け親は馬主、竹園正系の娘である。場内にニーカップ泥火山がある。 谷口牧場で2003年4月8日に誕生。誕生後すぐ母、フェリアードが、長年点の手術を受けるため入院し、人間の手により父を与えられて育つ。同年秋に、日高啓主馬農業共同組合主催のオータムセールに上場され、250万円で、竹園忠し刑に購買された。2005年に、に位、定エム白馬王も管理する。 イガラシ・タダオに入球。2005年、阪神・ジュベナイル・フィリーズ2009年、日経新春杯2009年、エリザベス女王杯2005年9月3日に、小倉競馬場で、赤木高太郎を背にデビューし、ドリームパスポートなどを退けて、初戦勝利を挙げた。続く、カエデ賞は、安城に、熊沢重文を迎えて連勝。2歳女王戦の阪神・ジュベナイル・フィリーズを迎える。 当日は8番人気と低評価であったが、集団待機策から残り100メートルで一気に先頭に立ち、2着のシークレットコードに一番新本差をつけて優勝した。なお、表彰式には名付け親である畜園の娘も一緒に表彰台に立った。この年、JRA 賞最優秀2歳品馬を受賞。翌2006年初戦のチューリップ賞では、レース2日前に熊沢が骨折したため、 安城が上村博之に乗り代わりとなる。一番人気に支持されたが四着に敗れた。自走の大花賞では安城が熊沢に戻るも八着。フローラステークス七着を経て臨んだ。優秀品馬では11着と大敗し、さらに客部不安のために長期の休養を余儀なくされた。2007年初頭の復帰以降は2年間で20戦して、入着は GII での2回だけ。 二桁着順が13回と極度の不振に陥った。2008年最終戦の愛知杯では最下位に沈んだ。2009年1月、前年3着と構想していた日系新春杯を最後に競争生活からの引退が発表される。当日は最軽量ハンデの 49kg で出走。雨の中をスタートから先頭に立ってレースを引っ張り、 後続を大きく引き離す。最後の直線でもスピードは鈍らず、日着のナムラマースに三馬身反差の逃げ切りで阪神ジュベナイルフィリーズ以来3年1ヶ月振りの勝利を挙げた。起乗した小木の拓馬にとっては、これが重傷初勝利であった。この勝利により予定が変更され、天皇賞を目標としての現役続行が決定した。その後、 3月22日の阪神大賞天に出走。スタートから鼻に立ち大逃げを打つも、最後の直線で浅草キングスに捕らえられ、失速9着に敗れた。そして大一番の天皇賞では、道中3番手からレースをしたが3コーナー付近で、失速18着と、しんがり負けに終わった。休養を挟んで10月11日の京都大賞天では、 いつも通りの大逃げを打つも、直線で失速し、最下位の14着に終わった。11月15日には、約11ヶ月ぶりに、熊沢を安状に迎えて、エリザベス上杯に出走。クイーン・スプマンテと大逃げを打ち、最後の直線ではブエナビスタに迫られるものの2着と、検討した。なお、6歳以上の貧馬の GI 連隊は2015年の、 ビクトリアマイルでストレートガールが優勝するまで1993年宝塚記念にて2着に入ったイクノディクタスと並び日本超競馬として GI 最高着順だった2009年の有馬記念ファン投票では23位となったがこれを受けて TM 牧場公式サイトの掲示板でファンに直接意見を求めた結果馬種が有馬記念に出走させる意向であることを表明し 出走したが14着に終わった。2010年はまず、連覇をかけて、日経新春杯に挑むも12投中12着と、しんがり負けに終わった。半年の休養を挟み、7月25日の、函館記念ではスタートから、大逃げを打つも3コーナー付近で失速し、最下位の16着に敗れた。続く8月29日の新潟記念では、再打ち枠から、 いつも通りのマイペースな逃げを見せるも、直線で一杯になり16着に敗れた。11月14日のエリザベス城を杯では、道中先頭に立って、レースを引っ張り、後続を引き離したが直線で失速し17着に敗れた。11月17日に競争場登録を抹消し、生まれ故郷の谷口牧場で繁殖入りすることとなった。 競争で獲得した賞金は2億474万千円となり、落札額に対して81.9倍の賞金を稼いだ。パドックに貼られたテームプリキュアの横断幕半身、ジュベナイルフィリーズに優勝する前、馬種の畜園は月間優秀でコラムを連載しており、この馬の2003年のオータムセールでの購入時のことを述べている。それによると畜園は、 決闘等の先入観なしで一目で走る馬だと直感し、蓄縁の他に誰も手を挙げるものがなく250万円で購入できた。しかしどの調教師もこの馬を預かることに及び腰となったため、蓄縁は当馬の兄を預けていた井原氏に押し付けるように預けた。また、同志の著書、旨味の極意の収録 DVD にセールで競り落とした当馬の映像が収録されている。 その場名と大逃げを打つ客室から記録よりも記憶に残る馬として人気があり、シンガり負けが全37層中10回もあったにもかかわらず、単勝最低人気になったことは一度もなく、レースに出走するたびに場名の入った横断枠がパドックに何枚も掲げられ、ラストランとなった2010年11月14日のエリザベス女王杯では9枚も掲げられていた。また、 画面にちなんで2006年からメンコに、2人はプリキュアマックスハートのワッペンが貼られるようになり、2009年にフレッシュプリキュアのワッペンに更新されている。2歳と6歳で JRA の重賞優勝、2歳と6歳で JRA の GI 連隊の記録は、5バではアドマイアコジーンがいるが、金馬では本馬が唯一の記録である。 日経新春杯を制した2009年は6歳であり、このレースを優勝した牝馬の中で最高齢、記録である。2018年6月4日に放送された NHK のバラエティ番組、鶴瓶の家族に乾杯では、小福亭鶴瓶と吉岡里穂が谷口牧場を訪れた際に、小馬と一緒に放牧されている姿が確認された。引退後は谷口牧場で、 繁殖品馬となり、2012年に、初子が生まれた。初子と2番子は出産直後に、育児放棄が見られ、子馬に、馬の馬をつけて飼育されていたが、3番子からは、テームプリキュア自身が、子馬の面倒を見るようになった。ありがとうございます。